えー、肩関節を緩める種目を2種目ぐらいですね。肩周り、緩める種目を2種目ぐらいやってみたいと思います。えー、まずは肩甲骨を抱える。肩関節を抱えるっていうやつですね。えー、抱える方の腕で抱えて、抱えていない方、えー、抱えられてる方は完全に力を抜くと。今だったら左腕ですね。で、力を抜いて、まあ、適当に動かすと。 で今度は、右腕の力を抜いて、ちょっと、着てる服が分厚かったんで、やりにくかったんですけど、え右腕の力を抜いて、左腕で抱えると。肩関節あたりをこうガバーって持ってます。で、腕自体の力をこうやって抜くんですね。で、ブラブラさしたりか、肩関節の位置自体をこうやって動かしてほぐしてあげると。まあ、肩体あげると。体とか言いますけど、まあ、あこういう風に動かすっていう感じですね。 で次は、まあ、これもよくやるんですけど、股 <laughs> 関節のストレッチですね。股関節と肩のこうストレッチを同時にやるような感じで、肩を入れ替えながらやるっていうような動作です。まあ、スポーツ選手なんかでもよくやりますよね。身を見真似っていう形でやってます。まあ、胴体もひねってますけど、肩自体がよく,動,く動いてくれるので、こういう動作とかもやりやすいですよね。 で、もう一回同じ動画を見ます。で、今度は一時停止とかしながら見てみたいと思います。まあ、肩、肩を抱えるような感じなんですね。これ、えっ、ー、と、腕の位置がだいたい肩関節あたりに来てます。あまり厳密に決めてるわけではないんですけど、どこの位置がいいとか、もう、えか、ー、ゆいところに手が行くように、 ここら辺に手がいってほしいなというふうな感じで適当にやってるんですねでまあ今これ力抜いてますけど腕も含めた肩甲骨肩関節周りの筋肉の力も抜きたくてこんな感じになってます例えばこれをよくあるのはこう腕を十字にして 分かりますこの今だったら右手かな右腕をこう左腕の肘関節辺りにかけて左,、えー、左腕をギューって引っ張るようなストレッチみたいなのをよくやるんですけどあんまりそういうなんかグイグイやるようなストレッチはあんまりなんかほぐれないような気がするんですね伸びた感じはするけどほぐれないみたいな風に思ってるので僕はあんまり好まないですね 完全に力を抜いて適当になんかゆらゆら動かしてほぐしてあげるっていうようなイメージでやってます肩関節の位置をガバーっと持ってで適当に動かすと視点自体を動かしてあげるような感じですね、うん、関節の位置自体を動かしてあげるような感じ股関節もそうなんですけど肩関節もそうなんですけど、ま、人間の視点ですよね足の視点が 股関節腕の視点が肩関節なんですけど、股関節の位置自体が動く、肩関節の位置自体が動いたりするので、なするんですけど、どうしても固定しがちですよね。です、固定する時に何をしているかっていうと、えー、股関節だったら中殿筋とか、えー、肩関節だったら増骨筋周りの筋肉でぎゅーっとこう固めたりしているんですけど、まあ、そういう筋肉とか、まあえー、なんだ。 出てこない三角筋とかを緩めてあげるようなそんな感じですね、うん、いやこれもまあ胴体のひねりから来てるんですけど言ったら肩自体も肩とか鎖骨とかも柔軟に結構動いてくれるんですよね えっと、あとで究極の体のあれだけ乗せようかな。人間の体っていうのは、どこが一番わかりやすいかなこの、強鎖関節って言って、ここに関節があるんですけど、鎖骨と、肋骨がくっついてる。そこ以外は動くんですよね。肩甲骨と肋骨をくっつけてるものってなくて、もちろん筋肉はありますけど、滑らかに動いてくれるんです。本来はね。だから筋肉が、 えーまあ、関節という意味では結構滑らかに動いてく,るくれるのでその間をほぐしてあげるというようなそんなイメージですねはいみたいな感じですありがとうございました